ナベズルは、ツルモクツルかツル属に分類される鳥類。全長約96.5センチメートルの小型のツルであり、黒ズルよりやや小さい。中華人民共和国先北部、ロシア東南部、モンゴル北西部などで繁殖し、冬季になると、日本、朝鮮半島南部、朝高下流域へ南下し越冬する。世界の生息数はおよそ1万羽と推定されており、 全体の90%近くが、鹿児島県泉市で冬を越す。全長約91から100センチメートル、翼海長160から180センチメートル、翼長48から58センチメートル、くちばし盆長9.3から10.7センチメートル、足裏長20から23センチメートル、体重有3.28から4.87キログラム、 メス3.4から3.74キログラム。死有動色。成長は、頭頂から、目先にかけて、黒く細い毛状の羽毛に覆われ、頭頂の羽毛がなく落出した部分は赤色である。頭部から頸部にかけての羽衣は白い。種商名モナチャは、ラテン語で、修道士のノイで、頭部から頸部にかけての羽衣が修道士が被っていた、フードのように見えることに由来する。 体部の羽衣は、開国色。和名は、胴体の羽衣の色が鍋についたすすのように見える、ことに由来する。三列風切りは長く棒状であり、静止時には、お葉が三列風切りで覆われる。風切り派は黒い。右服は、開国色で、右服より風切り派の方が暗色であるが、飛翔時においてその差は、不明瞭である。交際は赤、または、赤葛色。 口ばしは黄色みがあり、基部は肺褐色で、先端は単光褐色。足は黒か黒褐色、または緑黄色。幼鳥や若鳥は頭頂に黒色や赤色のブチはなく、頭部から頸部が高褐色みを帯びており、目の周りは黒色で、体は成長より黒い。沼地、湿原、川口、干潟、農耕地などに生息する。 食生は雑食で、植物の根、昆虫、両生類などを食べる。越冬地では、水田のり跡で、稲の二番穂を採食するほか、泉鶴と来地においては、小麦やわしなども給仕される。越冬地では、死ゆにはもしくは、家族群として三から四羽でおり、死ゆが跳ね上がったり、くちばしを上にして泣き交わしたりする行動が見られたりも、する。時に数十羽を超える群れにもなる。 鳴き声はクールルニやクルルーで幼鳥はピーと鳴く。ディスプレイ時には雌ゆが高枠化または空格化と鳴き交わす。しかし繁殖地においてはあまり鳴かないとされる。シベリア南東部のレナ川上流域やバイカル湖付近、ウスリ川、アムール川流域、モンゴル北西部、中国の東北部など大河地域で繁殖する。 森林地帯内の湿原に雌ゆで巣を作り、5月に2個の卵を産む。雌雄交代で放卵し、放卵期間は27から30日。オスは生後4から5年、メスは生後2から3年で生成熟する。1970年頃より、ナベズルとクロズルのつがいが1から2羽の幼鳥とともに、泉ルとライチに飛来し、その後も通称、 ナベク黒ズルと呼ばれる鉱雑種が虎来しており、繁殖地域もシベリアの一部で黒ズルと重なっている。ナベズル日本では、ナベズルは、黒ズルという名前で、鎌倉時代より知られており、江戸時代には、全国各地に虎来し、和漢三菜図絵などの幻覚も、ナベズルとされる。明治以降は、鹿児島県、山口県などに限られ、現在では、越冬虎地として、 鹿児島県泉市の出水平野に集中している。他に山口県周南市の八代盆地などが一般に知られている。それ以外の地域においても時に少数が越冬する。鹿児島県泉平野のトライ数は第二次世界大戦が始まる1939年には3435話を記録したが戦時中より減少し、 戦後1947年には250羽となった。しかしその後、1959年に始まった人工休児などの保護活動や他の越冬地の消失により急激にトライ数が増加し、2000年には8811羽を数えるようになった。山口県八代のトライ数は1940年に350羽を記録して以来徐々に減少し、 2000年には18波となった。日本には通常10月中旬にトライし始め、3月中旬に私察するが4月上旬まで止まることもある。農作物を食害する会長とみなされることもある。山口県八代の鍋鶴は日本初の禁了対象として1887年に指定され、鹿児島県泉平野と山口県八代盆地の鶴は 1921年3月3日に国の天然記念物に指定された。また、その越冬地は、鹿児島県の鶴及びそのライ地として1952年3月29日、八代の鶴及びそのライ地として1955年2月15日に国の特別天然記念物に指定。1964年には山口県の県庁に公募により指定されている。 主な越冬地である出水平野では他種も含め多数の個体が飛来し過密状態になっていることから感染症による生息数の激減が懸念されている。そのことから複数の他の地域に越冬するツル類を分散させることが課題となっている。山口県周南市八代、佐賀県伊万里市長浜間拓、高知県四万都市中筋川流域では デコイが設置されるなど、越冬地を分散させようとの試みも始まっている。絶滅危惧痛類。ありがとうございます。